駿台学園が4対2、ここで早くもタイムアウトを要求しています。うまくいかないなっていうのと、体がしんどいなっていうのが表情に出てくる。そうですね、自分たちで一点一点しっかりやっていかなきゃいい、もったいないでしょっていうの、これで去年と一緒だぞっていうの、これ楽しめ、うまくいかない、決勝なんだから、そんな楽に勝てるわけねえだろって。自分たちにやることきっちりやんなきゃいけない、2枚ついてきたらどうするのとか、1枚だったらどうするの、どこにあげるの、どこ拾うのって、ミーティングしてるし、頭の中に入ってるわけでしょ。それを全力で遂行していきましょうって。さあ頑張るぞ、はい、